マスミの玉手箱第4回目かな、違ってたらここテロップで直してください4回目、マスミの玉手箱、今日のゲストです、お友達のイラストレーターの渡辺悦子さん、えっちゃん、はい、お呼びしました、ありがとうございます、いらっしゃいませ。今もう抱きつこうかなと思うんだけど、一応司会のあの時のね、あの影響でこの距離を保つっていうのが癖になってます。しっかーって思ったんですよね。ちょっと離れます。そうですね、ちょっと離れすぎちょっとお膝の上に行きすぎそうだよね、離れるっていうなんかね、そう、これが当たり前だったんですね、近い、コロナの前まではね、仲良しさせてもらってますけど、本当に仲良しさせてもらってありがとうございます。大好き、大好きなんです。もう私もえっちゃん大好き、はい、ね、明るいしね、楽しいしね、若いしね、もうポジティブだしね、もう言ったらキリがないんで、お願いしておきますけど、でも一緒ですよね、ポジティブでね、ポジティブは一緒一緒、うん、尊敬します。最近お世話になりました、あの広島のこちら福屋デパートで、百貨店で仕事させていただきました、はい、作品展ね、販売もして、めっちゃすごいの売れたんですよすごいですよ、ね、あの猫グッズの猫アートフェスだったね、はい、そう、一番高額商品あの、はい、出しました、はい、すごいです ね、私の留守中に売れちゃったんです。もうすごい私はね、もうね、分かってたんでこれは売れるって思ってたから、うん、もう自信あったんですけど、本当にやばい、ちゃんとね、営業トークがまた上がって、だって松見先生いない時に売れました私があの営業トークで、はい、猫、私は猫10匹ぐらい飼ってるんですけど、うん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 、猫チグラって言ってね、はい、猫のお家が売れまして、初めて広島楽しかった、結構遊んでまた ね、本当に、ね、そう、でも雨が降りますね、よくね、そう、今日ね、もうどっしゃ降りこれね、雨女、あ、そうですか、負けた、晴れ女なんですけどこのパワーには負けますね恐れ入ります。何かっていうと雨で申し訳ないです、はいはい、あのまあ、改めて友達だからなかなか、ね、うん、聞かなかった部分もあるんですけど、うん、イラストレーターが初め、一番最初は、うん、そうですね、4歳からイラストレーターしてるから、まあ、初めですね、うん、イラストレーターしてるの、はい、してますね、もうね、お金もらってた、はい、お金はね、物でもらってますね、ブツブツで、あのお友達に絵描いてって言われてなんかお菓子もらったりとか、はい、私がこうなんかあの机に座ってるとみんなが列を作って、あの自由帳っていうんですかね、ちっちゃい頃って、はい、あれを持って並ぶので、はいはいって言ったら、ありがとう、あいちゃんって言って物もらったりとか、ブツブツ交換をしてましたね。じゃあその頃、幼き日のえっちゃんは、うん、絵描きになるんだと思ってなりました。もうね、あのそういうふうにね、思いました。縁側で自分がなんかね、こう、拳を上げて、私、あの、きっかけになったね、お姉さんがいるんですよ、うん、私の絵を描いてくれたお姉さんがいて、うん、その人に負けたくないっていう、あの負けず嫌いで、うん、このお姉さんは絶対抜かしてやるって本当に手をこうやってあってほぐしやったのが4歳の時のおばあちゃんの家の縁側、覚えてます。4歳って強烈ですね、うんうん、4歳の記憶があるのもすごいな。あります、あります、本当にそこのね、うん、あの記憶が、うん、そういうシチュエーションがはっきりしてるからだよね。はい、4歳覚えてるから、うん、4歳は多分もう弾いてたんですか、ギターとか字もシャーシャーって書いて、もう左右と足とかにこうやって書いてたんですよ。あ、でも漢字、私クリアしますみって漢字が難しいから、はい、漢字はすごく好きで、なんかひらがなで書いてる学年でもずっと漢字で書いて、うん、でも時間かかるんですよ、5文字画数覚えたら。すごいですね。私名前書き終わると多分隣の人は2問目とか、うんうん、うわー、終わってましたね。でもその経験似てます。私渡鍋なので鍋がねめっちゃ難しいんですよ。で旧時代の、はい、で中学校以上になるとその難しい方で書けって言われて、しかもテストがまずはいどうぞって配るのがあやうい順に並んでるんで一番最後に行くんですよ、うん、で本当に書くから多分みんなが2問ぐらい終わった頃に私も始まってます。はい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 、ですね、マーケーだから、はい、そうか、じゃあ絵はもうずっと好きでいて、うん、でそういう道に進んだ最初から。いえ、全然。学校とか。もう全然行ってないです。うん、はい、もう行ってなくて、もともとまあ、 あの小学校の先生になりたかったから、うん、大学卒業してすぐにあの小学校に行って、その時にまた担任した子供たちに、うん、先生が上手ってまた本当自由帳を持って並ばれたんですよ。うん、これはもう絵で食べていくしかないと思って、で、もう長くしてやった感じ、はい、そうですね、本当なんかみんながなんか気づかせてくれたっていうか褒めてくれて、うん、褒められて伸びる子なので。うん、本当にこれを見てもらってるね、その時のお知り合いの人、うん、本当にありがとうございます。もうえっちゃんは大きくなって絵描きになりました。へえ、でもいろんな種類があるじゃないですか、ね、はい、水彩画から油絵から、うん、イラストから、うん、もうどこに特化してますか。私はね、どっちかというと水彩が好きです。水彩画、はい、淡い感じが好きで、うん、どきついのとか、うん、はっきりした絵よりもふわって柔らかいのが好きですね、うん、なので水彩、あ、こういう感じですね、うん、絵の具、この絵の具ね、はい、このね、まあ、こういう感じのものってことですけど、うん、うん、こんなの使って水で溶いてっていうのが多いですね、うんうん、で似顔絵を描くようになったのは、はい、
これがね、またその私の、先輩が書かれてまして、うんうん、お祭りとかで、また列ができるんですよね、それもね。うん、それでね、わ、羨ましいなと思って、自分もやってみようと思ったら、うん、まあ、できたっていうか。はい。すごい、ね。いろんなイベントに出てらっしゃいますよね。あ、そうですね。敬語使っちゃった。まあ、出てるよね。出てます、出てます。もうね、うん、イベントが大好きで、うん、秋っぽいんですよ。うん、で、一個のこと、じゃあこのね、絵を1ヶ月で対策を作りなさいっていうのはできないんですけど、うん、じゃあ今からね、並ぶ人10分ごとでもう次々に描いて、できるんですよ、うん。だから続くっていうかね、イベントは大好きです。もしよかったらお呼びください。その絵を描きながら、うん、その描いてくださいって言ってくださるお客さんとのトークも好きでしょ。トークはずっと喋ってるので、でもね、みんながびっくりして、あ、すいません、なんか喋りかけると絵が止まりますよねってお客さんが言う。全然むしろ喋った方が饒舌に手が動きますっていう感じで、右脳と左脳ってなんか女性って結構パカってなんか道が分かれてるらしいんですよね。それで喋ってても喋る方が左脳を使ってて、書くの右脳なんで一切何の支障もなく書きます。だから大丈夫ですね、もう楽しく。確かに今ね、男女で分けちゃいけないところもあるけど、男脳と女脳っていうのはあるらしいもんね。ありますあります。なんか男の人はね、なんかやってる時話しかけても返事しないもんね。そうそう、だから、ね、無言でやってる人が多くて。そうだね。そう、私のコーナーだけでもみんながハッハッって笑ってて、で自分の屋号っていうか、笑顔やキララっていう風にしてるんですけど、絵が、まあ、絵を描くの絵 で顔を描きますよね。でその中の、まあ、意味として笑顔、笑顔を、ね、含めてて、うん、笑顔をやっぱり描きたいっていうのが自分のテーマです。うん、後から見た時にやっぱり直立不動の絵よりも、うん、ニコって笑ってる分を悲しい時とか、うん、そういう時に見返してほしいなと思うから、もう絶対笑顔が自分の、ね、キーワードなんですよね。うん、対面でそこにずっと座っていらっしゃるお客さんを描くこともあるだろうし、うん、はい、あります。なんか買い物しててねなんて言って写真を撮ったりもするでしょ。 あります、あります。最近はそれがやっぱりコロナのせいで多くなっちゃって、うん、写真を描くんですけど見て、うん、私がね、精密なのは結構好きなので、うん、時間かけちゃうんですよね。うん、今ね、最近は面と向かって書くの、赤書きっていうんですけど、赤書きの時にどうしても時間がかかりすぎちゃって、うん、込み入ったの書きまくってしまうので、うん、はい、そこはちょっと悩みの、はい、ですね、部分ですね。でもね、クオリティ高いやつを差し上げたいですもんね。まあ、それは喜んでもらえるので、はい。前回のね、福屋百貨店でやった時の猫ちゃん描いてる姿も私、後ろからこうやって見てましたよ。ありがとうございます。すごいなと思った。うん、で、やっぱりその絵とか書もそうなんだけど、人柄出るじゃん、作品って。出ますね。だからやっぱり優しい絵描くよね。それが騙されてますよ。気をつけてくださいね。私やっぱり心がやっぱすごいサバサバしてるので、できる限りもう世に出すものは、外に出るものは柔らかくしたいって結構思ってるんですよ。だから本当は結構ね、竹割ったみたいにさーってやっちゃう性格なんですけど、絵はそういうふうに騙せてるんだったら大成功。あ、そういうことか。多分でも人間ってさ、多面性があるわけじゃない。そうですね。私なんかでも書道でもその大きな字書くときと小さな字書くときと性格変えてこう振り込むわけじゃないですか。そう、乗り移りますね。そうそうそう、あ、一緒だやっぱり。そう、ね、降りてきますよね。で、私、えっちゃんと知り合う前に、はい、テレビ出てたの見てたんですよ。おー、ワイエビでしょ。ありがとうございます。その話も教えてくださって。きっかけはね、きっかけはね、うちの母親なんですけど、うん、ちょっと今はもう亡き母親なんですけど、うん、そのちょうど当時、私はその小学校の先生も辞めて、でその漫画家さんのアシスタントをしてまして、でね、漫画家さんのアシスタントって自分の名前が全然表に出ないんですよ。で、母親が、悦子はね、何をやっとるのかわからんって言って、どうせやるなら自分の名前でやってみなさいよって言われて、じゃあ自分が表に出てできるようなものって何かなと思ったら、テレビかと思って、で、親がね、それもね、募集をね、見つけてきたんですよ。テレビで言っとったよって言って、で、じゃあ応募してみようって言ったら、うん、もっと受かってしまって、はい、それでその後はもう10年間ぐらいテレビに出てましたね。はい、コーナー持ってましたよね。持ってました。もう初っ端から持ってて、もう、ね、一番の人がね、赤ちゃんとか動物を訪問しては、記念に最後に書いて渡して帰るってやつで、うん、結構楽しかったけど緊張もしましたね。うん、絵の方にも神経集中で、カメラとかにもね、でお客さんの方にもって感じで鍛えられました。そうか、それが今が、今のエッチを作ってるのかな。そう、予期せずね、なんか今にすごく生きてると思います。だから皆さんに言いたいのは、人生で、あ、これなんか必要ないかなと思うこともやっぱご縁があってくるので、やっとけばいつか必ず役に立つと思います。繋がるよね。繋がりますね、本当に。そう、だからできるんだったら
うん、チャンスと思ってやっておけば、うん、何かやっぱ助ける、うん、助けになる時が来ます。今ものすごい助かってるので。そっか、うん、多分じゃなかったらこれもう、この YouTube 恥ずかしくてっても絶対受けてないです ね。この番組ね、カメラすごいでしょ。本当すごいです、ですよ。本当です、もうテレビ局もさながら、そう、あのなんとかその子さんがいたみたいに、うん、ね、ね、ちゃんと当ててくれてるので、はい、少しは肌も綺麗に、ね、もうめっちゃ綺麗になってます。別人級になってます。はい、カメラさんもね、もうすごい腕が高いんで、ね、ありがとうございます本当に。はい、なんかこれからやっていきたいお仕事とか、はい、こういう方向性でとか、はい、英会話もプロじゃないですか。いや、それはね、なんかね、ちっちゃい頃からまあ英語はすごい好きで、運が良くて、あのお家の実家の隣の隣のお家にアメリカ人の家族が住んでたんですよ。それでそのアメリカ人の家族がアメリカに入るっていう時にアメリカにちょっと連れて行ってくださって、それでわあ、なんかグランドキャニオンとか見て、なんかめっちゃすごいし、向こうに行ったら店員さんとかと英語さえ喋れればむちゃくちゃコミュニケーションできるんですよね。それを知ったので、英語って大事だなって気づいたのが中学校とかぐらいでしたね。それで今はなんとあの世界中にお友達ができるね、無料のアプリケーションがあって、はい、そこのちょっとね、公式なんかあのこう認定あの広げる人みたいな感じ、はい、公式とは言ってないですけど、うん、でもそれに近いような、うん、あのみんなに勧めていいよっていうちょっと地位をいただいたので、うん、やってます。あのタンデムっていうね、タンデムアプリ、はい、タンデムって2人でっていう意味なんですけど、うん、アプリケーションがあって、それ無料だし、世界中に365日24時間お飛ばしできるんですよ、うん、なのでちょっとぜひね、皆さんにあの、はい、やってほしいな、前話聞いてやりたいなと思ったけど、あれですか、こんな私の英語力でも全然いいですよ。だって通じないと思うのね。通じます。だって中学校行きました。中学校は、はい、あ、一応行きましたね。さっき行って帰ったかもしれないけどでもあの行ってらっしゃると絶対ね、英語単語いっぱいあるんで、うん、もう単語からいくらでもね、うん、出せるんで、はい、もうぜひ。だからその諸外いろんな外国の方と友達になって会話を楽しむってことですか。はい、そうで、文字を書くだけでもできるし、うん、あのクラブハウスって前流行りましたよね。はい、だアイコンだけで、もうほんとお茶飲みながらパジャマで横になりながら、うん、ハローって言えるような、うん、あのパーティーっていう機能があって、うん、でそれを使うとね、もう本当に英会話ができて、しかも相手が日本語を勉強してる外国人を選べるんですよ。だから日本語もちょっと通じるし、日本のことを教えてって言って、それを外国語、英語とかで教えると、その第二言語も上手になるっていうシステム。なるほど。はい、めちゃくちゃいいです。やってみようかな。これ終わったらすぐしましょう。ああ、わかりました。今さ、そのイラストレーターとしてもそうだけど、うん、はい、保育園だっけ、幼稚園だっけ。そうね、いろいろよく知ってますけど、どこからその教えますか。友達だもん。そうだ。友達ってすごいですね。We are friends。すごい。それもすごい興味あったの。あれね、保育園。あ、そうですね。保育園が英語の保育園でして、うん、ね、あのレッスンを、まあ、一部もう英語だけでやったりとか、うん、あとあの外国人の先生がいて、その先生と一緒に、まあ、あの日常のことを英語でやるんですよ。うん、レッスンとかはちゃんとね、英系とかやるんですよ。はい、英系とかやるんですけど、園児たちがやるんですよ。そう、でもね、すっごい楽しそうにやるんです。最初私も、子供にこのなんか大変な難しいやつってあって、ね、大人でも英系ってちょっと尻込みするのにと思ったら、子供って英語を勉強してるって気持ちじゃなくて、うん、大人とか親に褒めてもらえるのが嬉しくて、自己肯定感が上がってる延長でやってるんですよ。うん、だからすっごい嬉しそうにやるし、うん、私いつもね、本当あの、なんか広告の裏とかに単語を書いて、うん、単語帳とかを作るんですけど、うん、そう、先生もう今日単語ゲームできるとかでゲームにしてるんですよ。本当はあの、うん、単語って勉強なんですけど、うん、これゲームだよって言ってたら、うん、もう単語ゲームできるって毎日言ってくるんですよ。だから子どもの能力ってすごいなと思って、これをね、生かさないわけがないんで、ぜひあのちっちゃいお子さん保育園児持たれる方は、はい、どこでも言えないですけど、うん、あの山口市の方にある保育園、うん、はい、まあ、え、じゃあ朝来たら Good morning、 あ、もちろんですもん、 Good morning, how are you、 そんな感じです。 Why? Why? Thank you, how are you? 送ってくるお母さん方も、はい、あ、お母さんもね、うまい方はいらっしゃいます。うん、でもみんな日本人、ほぼ日本人なので、うん、お母さんもやっぱり自分ができなかったっていう経験もあって、うん、子供にはっていうことが多いから、うん、そうですよね、はい、なのでね、別に自分ができないからって子供ができてあの悪くはないので、うん、子供から教えてもらってうまくなるお母さんもいますしね、うん、私も子供から教えてもらってます。あの、ドッグ&キャットっていうね、絵本があったんですよ。私ね、最初の頃ね、入った頃ね、ドッグ&キャットって読んだやつ、ノノノノ、ドガンキャットって、もう発音ね、子供にドガンキャットって言われました。うわーって、これがなんかネイティブの子供の、うん、覚え方なんだなって思って、
誰も別にドッグとキャットを、ね、滑らかに言えなんても言ってないのに、うん、ネイティブがやったやつも耳で覚えてやってる、うん、もうそれがやっぱりもうネイティブ系だなと思って、日本人と一緒ですね。日本人の英語ってこう一個ずつ覚えちゃったからね。そうですよ、ゴミとね、ドッグとキャットって覚えてますか。ゴミとこれくっつけない、ね、そうですよ。だからアメリカ行った時に思ったのが、うん、えってこんな使い方あるの、教科書にないわっていうのがあって、うん、エレベーターに乗ろうとしたら中からねちっちゃいね、あのね、まあ、あの名前ちょっとな、あの忘れましたけど、あのちっちゃい子がバッて出てお父さんがその子の名前を呼んだんですよ、うん、で「朝香ちゃん」って呼んだんですよね、まあね、あの例えばね「朝香ちゃん」って言って呼んだ時に、あの違うことぶつかりそうになっちゃって、うん、それであのお父さんが「Excuse her」って言ったんですよ、うん、で私は「は?」って思ったんですよね、うん、あの教科書で何て言うの、そう「Excuse me」しか習ってなくて、うん、もうそれがセットと思ってたんですよね、うん、もう「Excuse me」っていうもう何か一個のものがあると思ったら、うん、アレンジしていいかと思って、言葉ってこうやって生きてるんだな、アレンジしていいんだなって気づいてからもう面白さが爆発的に広がりました。Excuse her。そうで、Excuse も Ask もあるし、私たちを許してねとかもありますし、はい、ちょっとごめんねってこう人数が多かったらもうそれを増やしていくとかありますし、こんな風に使うのっていう面白み、実際に使うっていうところまで行ってから面白くなった。なるほど。だから使ってほしい、皆さんにも中学英語でその辺歩いてる人とか、そのアプリの中の外国人に、うん、あのハローって言ってほしい、うんうん、私でもたった2週間遊びに行ったサンフランシスコで、うん、思ってきたのがぶつかったらソーリーソーリー、あー、ね、それついなんかどっかで今日本でぶつかっても、うん、ソーリーって言ってめっちゃかっこいいですよ。ちなみにそのソーリーはいろいろ使えて、うん、言葉が聞き返せなかったとき、あの、いっぺん聞いてもらうときも、ね、sorry って言ったらもうそれで OK なんですよ。うん、うん、聞いていいですかとかね、うん、教科書では、I beg your pardon とか、そう言うんですけど、言ってるのね、聞いたことない、外国人が。sorry だけです、本当に。そうか、そうか。はい。それでいいんで、よかったですね、もう。そうね。それしか覚えて帰ってないです。それでいい。それがあれば会話つながります。うん、素晴らしい。あと、なんか、くしゃみしたら、プレスユー、うんうん、すごいそれだけよくしますね。そうだね。宗教的になんか、この神様がいて、なんかこう、魂がなんか抜けるでしたっけ、うん、くしゃみした中で、そこに悪魔がいるんだな、うん。だから、プレスユー、ご加護っていうね。へぇ、うん、そう。そうか。そう。私も、仏教徒ですね。そうですね。そうですね。私も、えっちゃん教徒。通訳もやってるでしょ通訳。通訳ね。まあ、一応、ボランティアレベルなんですけど、でも、あの、やっぱり、困ってる人を助けたいっていうのがすごく自分があるので、もうあの本当謝罪入れて、あ、ちょっと今のじゃあ助けますとか言って、外国人の人とあの喋ってる困ってる人いたら、助けてるのがあの駅のね観光案内所で助けてます。甲府駅でね、はい、そうやってるんですよね。はい、あの観光案内所があって、うん、そこでまあ外国人が困ったって来るので、うん、あのご案内とかをしてますね。うん、英語がそこみんな喋れるっていう想定で、うん、はい、スタッフがいますので、はい、そうですそうです。今どうですか、外国の方増えましたか。増えてます。増えてますよ。はい。一時期ね、コロナ禍の3、4年があったけど。はい、うん、あのね、コロナ禍までは本当にね、1日に6組ぐらい来てて、うん、1ヶ月で本当にもう180人とか来てたのが、うん、もう本当残念なことにね、コロナでぷっつり終わってしまって、うん、で、やっと今ね、増えてきました、うん、はい、だから楽しいですよ、うんうん、まあ、トラブルもいろいろ起きますけどね、うん、はい、例えば例えばね、あのね、違う駅で、うん、まあ、あのお買い物した、うん、そしてね、あの、ありがとうって言ってルンルンって帰ってきて、パカッて今度は自分ね、豊富駅で開けたら中身が入ってない、うん、こうどうしようって言って、その中身もね、高いものなんですよ、うん、だってお土産で買って帰るから、うん、で、もうしょうがない、電話もできないじゃないですか、日本語で、で、こっちが電話を代わりにかけてあげるとか、いろいろありますね。あとはなんか電車取りたいんだけど、取れない、電車ね、わかんないですよ、観光案内所って観光案内だから、電車のことわかんないんだけどと思いながらも、まあやりますね、一生懸命。そうか、ずいぶん助かってますね、じゃあと思いますね、あの 駅員さんとかが来られますもん、ちょっとすいません、今あの困ってるよっしゃとかですね、うん、うん、喜んでます。じゃあ、今後、はい、またイベントとかありますか、出店とか、リアルのイベントがないので、うん、まあ、ネットの結構世界で最近ちょっとやっていまして、うん、まあ、LINE 公式アカウント作ったりとかして、うん、そっちに来てもらえたら、まあ、英語のイベントしたいなとは思ってます。なるほど、はい、タンデムを使ってね、ね、うん、そのタンデムやっぱりちょっとやってみよう、うん、やらないと、今度ちょっとタンデムを広める会をやってもらっていいですか。あ、もちろんです、ここで、はい、冗談だけど、タンデムね、うん、それもすごいの、利用者、あ、2000万人世界にいまして、2000万人、はい、2000万人いますね、
どうして知ったの、それ最初。これは ね、私がまあ英語を勉強している通訳の先生が東京にいらっしゃって、うん、そのコミュニティがすごいでっかいんですけど、その先生がまあ英語ペラペラで、うん、なんとタンデムの創始者がまあドイツ人なんですよ。ドイツ、はい、そのドイツ人と知り合いになられてて、うん、でちょっとエツコちゃん、なんか日本で流行らせたいねアプリがあるのって言って、うん、で紹介してくれて、うん、でその先生が何百人に言ったらしいんですよ、うん、タンデムを使っていいって、うんうんうん、あの実践したのが2人ぐらいしかいなくて、そのうちの1人が私で、うん、はい、今はもう本当にもうプロ級になっちゃって、その先生のおかげで、うん、はい、って感じで楽しんでます、うん、じゃあ絵も描きながら、はい、その英会話のこともどん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 広げて、うん、はい、そうですね、うん、私たちみたいに喋れない人たちを喋れてるから、 sorry だし、ね、ブレスでもいいだし、そうですよ、そう、ちなみに今日ね、これ並べてるあの似顔絵が外国人さんの似顔絵なんですけど、本当だ、はい、これね全部そのタンデムで知り合って、うん、で似顔絵描いてって言って画像送ってもらって、うん、あのもうあの画像で渡してるんですけど、使っていいよって言われてたので、え、そのタンデムは実際にオンラインで顔は見ない、うん、あの音だけ、ビデオ電話もできますので顔も見ますよ、どっちでもいいんだ、はい、私だからこの中で今1,2,3,4、3人ぐらいは顔あの見てますね、はい、でそのうちの何人かはもう日本に来たいって言ってるんで、来たら案内してあげます、泊、うん、まるとこなかったらうちへどうぞ、お、そっか、ありがとうございます、いやすごい、いや数ありますね、よかったね、すごい、猫で大丈夫だな、ね、猫とか大好きですね、みんな外国人大好きですよ、うん、猫が多いですね、うん、うん、やってみたいけどやっぱりちょっと躊躇するんだよな、みんな明るい先生が、いや英語ばっかりは本当に、だっていっぱい外国人のお友達いますよ、みんなだって日本語上手だもん、はあ、そっか、そこか、そうだよ、なるほどね、でうちに外国人ホームステイだってパラグアイからアメリカから、うんうんうん、いろんなところから来て1年半とかいる、うん、いた人もいるのに、彼女たちは、彼らはみんな日本語上手になりたいじゃん、なりたい、で、うん、で例えば日本語で難しいのが出てくると、うん、あのショートコントやって全部うわそうゲジゲジが出てきたら嫌がるから、ほらゲジゲジがムカデがいるじゃん、ゲジゲジした、うん、ゲジゲジ眉毛の絵描いて、うん、で日本語を覚えたいから、うん、なかなか英語を教えてもらう機会がなく、でもそれをね、あの発想の転換で、うん、ってことは真澄先生は日本語を教えるのがめっちゃ上手ってことでしょだからタンデムの中で活かせば本当にお友達の方いっぱいできますよ、すごい、そうか、うん、そう、なんか先生、うん、楽しみですね、楽しみですね、ぜひ、うん、えちゃんとは一番最初は下関の大丸だった、うん、あかもしれないですね、作品展に来ていただきますよね、このえちゃんの似顔絵コーナーがあって、はい、うん、えブースをね、はい、やってましたよね、そうです、そうです、すっごいね、なんかキリッとしたね、スパッとほんと何でもね、サクサクするこの凛々しくてかっこいい人やなと思ってそれもすぐ好きになっちゃって同じでやりましょうと、あれが最初だよね、そうですね、多分、うんうん、あそこからあのいろんなブースを出してきた人たちとも知り合って、うん、よかった、親しくなった人もいて嬉しいです、占い師さんとかいたじゃないですか、そうですね、いました、つながってますよ、嬉しい、私人にご縁を広げるのがすっごい好きなので、もう本当に本望です、ありがとうございます、本当にあの時のいろんな方と知り合って、うん、ね、嬉しい、それあの2回目がちょうど福屋で出会ったり ね、うん、ね、そうですよね、そうですよね、ありましたよね、そうだ、つながってますね、本当ですね、世界はもう一つですよ、ね、だってこの番組、うん、マスミの玉手箱もカメラマンともつながってましたよね、うんうん、お友達はね共通でしたね、はい、本当にお世話になります、またテレビの仕事とかする予定ありますか、おばあちゃんになったらもっとこういぶし銀の味が出て、うん、なんか絵本とか作りたいんですけど、うん、そういう時にはまたこう取材をしてほしいなと思って、あ、ぜひぜひ、はいはい、世界中に出したい、ね、うん、とイラストと、はい、じゃあまあ外国に行っちゃうかもしれないね、なんかそれはね飛行機がねあの怖くてあんまりでもこれも発想の点がね、うん、船で行きます、あ、はい、私ね、はい、フェリーとかあるの好きなので、うん、世界一周旅行みたいな感じで、うん、もう船で行きます、あちこちね、はい、行きます、ちょごめんなさい、時々 LINE ってなってそう、LINE、はい、そっか、船の旅もいいと思います、はい、はい、行きたいです、なんかまたこれからもいろんなお仕事、うん、ご一緒できるのがあったら、はい、もうぜひ楽しみです、お願いします、今日はありがとうございました、ありがとうございます、イラストレーターの渡辺悦子さん、えっちゃんでした、ありがとうございます、はい、あ、すごい、ごめんなさい、めっちゃ喋りすぎ、いいですよ、いいですよ、もう楽ちん楽ちん、いや、ごめんなさい